おはようございます。ドリキンです。いやーなんか意識高すぎて、手洗いしすぎたらめちゃくちゃ肌が乾燥してきたんで、ハンドクリーム塗ってるドリキンです。どうでもいいけど。タムロンのこの新レンズ、20mmF2.8 の DI3OSD。これどうですかね。昨日から使い始めてますけど、まぁ、ちょっとね、色味とかは、また今ちょっとインボディカラグレ的なものを、試行錯誤してるんで、ちょっと色味とかまた別途説明しようと思うんですけど、まあ、何せ、フォーカス音が、今も結構カチカチ言いながら、もうね、なんか知んないですけど、なんか、結構落ち着かないんですよね。もうフォーカスの落ち着きがない。特に結構近距離通るときに、もうなんかカチカチ常に微調整してる感じで、フォーカスが落ち着かないんで、これ結構悩ましい問題があるんですけど、一応このまず、このフォーカス音に関しては、対策、まあ無理やり後処理的な感じですけど、対策見つけたんで、まずは今日はそれを、その対策方法を紹介したいと思います。さあじゃあちょっとこの、タムロンのレンズがあまりにもフォーカス音がひどいんで、それをなんとか対策しようという方法を試行錯誤してるんですけど、これまずちょっとこれ見ていただきたいのが、これただテーブルの上にこのカメラを置いて、この静止画状態を撮ってるだけなんですけど、音聞こえますか？このパチパチ言ってるの。ちょっとレベル上げてみますと、別のね、サンプルで撮ったやつも同じで、これ一応対策としては、アイゾトープのスペクタルデノイズっていう、これを使って、これはすごくて、このノイズを学習させてノイズキャンセルするんですけど、例えばここだと、こうやってプチプチ鳴ってると、ここの下の波形にこの波形が、まあ、今流れてる音なんですね。でこれをラーンってボタンを押して再生すると、こういう感じでこのノイズを学習するんですね。音がこのくらいオートフォーカスオンしてたのがこういうふうにほぼ気にならなくなるんで、フォーカス音に関しては対策、まあ無理やり後処理的な感じですけど、対策見つけたんで、まずは今日はそれをこの感じで、まあ、標準の12デシベルぐらい、これ標準ぐらいの強さでかけちゃえば、ほとんど劣化に気づくことなく、このオートフォーカス音だけかなり音下げられるんで、ちょっとしばらくこれで対策してみようと思います。お、ジャンプもありますか。でも最近はすっかりリフト派って言いたいけど、あれ1台だけ電動かな。これ綺麗に全部手動。電動ないわ。げえ、なんかこの ND フィルターすごい。ND フィルター越しにギャラクシーフォルドの画面映したら、やば、これやばくないですか？ND2 でもこれ結構色変わってるってことが丸分かり。ちょっと ND フィルター外しました。このジャンプは今度 Uber が買収したので、 Uber アプリで予約できるんですよね。予約っていうか使えるの。これでサクッといきます。 QR コードを撮影して、このドローンみたいな音で撮れました。よし、じゃあちょっと今日はジャンプでいきます。どうしよう、 ND フィルターつけるべきかつけざるべきか。この自転車レーンができたのは相当便利ですね。とりあえず ND フィルターなしで F14 ぐらいまで上がってますけど、なんとか F 上がりきってないんで、今日はちょっとこれでいくかな。前回入れなかったこのレストランに今回こそ。何度か来たことあるんですけど、このチームディナーで来るのは初めてかな。結構いい雰囲気。イエーイ。このサークルテーブルにJapanese beer. Yeah, I was going to ask you about it. Is it Bear? Yeah. Bear? I've been to the Bear Brewery in Tokyo. Oh, really? Yeah, it's good. Is it famous? Really? But I saw it's a porter, so I might actually try it.完全に勘違いしてた。ナマズビールってなんだろうと思ったら、ヌマズだった。West East? I forgot about that.どっちがどっちだか分かんない。イーストとウエスト。Ryan, can you detect which one is west, which one is east? West to east らしいです。これは素晴らしいですね。このマクロ感でもなんかピントがビクビクしてる気がする。まだよ。結構寄れますね。ピント合ってるよね。あ、これ寄れんのいいな。これめっちゃアドバンテージですね。めっちゃ寄れる。まだ寄れる。このくらい寄れますね。このレンズ結構気に入ってきました。この近距離撮れるのが素晴らしい。チアー、お疲れ、お疲れ様、チアーズ。芽キャベツ、芽キャベツ、スクロール。はい。これ本当料理とんのにめっちゃいいなこのレンズ。Go ahead. Tunaタルト。マニュアルフォーカスにした方がいいのかな。でもこれ結構近売れるのは相当武器ですね。It's like bread that's been soaked in sugar. Stale bread. It's all sugar. Oh, it's good.ちょっとこれそんな引っ張るもんじゃないけど続く。バカにしてるめっちゃ使おう